はい、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、久しぶりの更新になるんですけれども、 YouTube のコメント欄で質問をいただいたので、それに答える形でちょっと短めの動画を作っていきたいと思っています。前にですね、インスタグラムで使える Photoshop でパノラマ写真を分割する方法というこちらの動画を上げたんですけれども、こちらの動画に対して写真を2対1にする方法を教えてくださいということで、Lightroom クラシックをお使いの方ということだったので、そちらにお答えする形で Lightroom クラシックを使って写真の比率を変える方法をご紹介したいと思います。では早速やっていきます。まずはですね、こちらの現像モジュールですね、写真を選んでいただいた状態で現像モジュールを選んでいただいて、こちらの点線の四角というか、ここをこうやって押すか、もしくはキーボードの R ですね、 R を押すと同じ機能になるんですけれども、そうするとこういう画面になります。で、この切り抜きと角度補正っていうツールになるんですけれども、ここの縦横比って書いてあるところですね、これが今元画像っていう風になってるんですけれども、この中で、四角くしたければ1対1とか、あとは2対1とか、ここにもしなければこの数値を入力っていうところで、こんな風に出てきたところに、2対1ですね、で OK ってしてあげると、こういう風に2対1ですね。例えばもっと細長く、こちらは3すると、3対1っていう、もっと細長くすることもできるんですけれども、今回2対1ってことだったんで、2対1をやりたいと思います。こんな感じですね。で、この2対1の比率に維持したまま、例えばこうちょっとね、形を変えたりしてもいいかなと思うんですけれども、この状態で、エンターを押すと2対1の写真になります。ちょっと余談ですけれども、この選んでるところでキーボードの O を押すと、こういうふうにね、なんて言うんでしょう、ガイドラインの形が変わって、例えばこれ、黄金比とかね、こういうふうにこう、使うことができて、例えばね、山のところをこう黄金比のラインに合わせてあげたりとか、そういうような使い方もできます。これ O をね、ずっと押していくと、一周して、またこのね、なんて言うんでしょう、グリッドに戻ってくるんですけれども、こんな形で、エンターしてあげれば、縦横比変えられます。ちなみにですけど、もう一回こちらのこのね、鍵のマークというか、なんて言うんでしょう、ロックされているところをクリックすると、このロックが解除された状態になって、この状態だとね、こうなんて言うんでしょう、自由に縦横比を選んだりすることができます。こんな感じですね。こんな感じで自由に縦横比を決めることもできます。ということで、今回はね、質問に答える形で簡単な動画になりましたけれども、意外とね、知られてないかもしれないんですけど、縦横比、自由にね、設定することできますので、Lightroom Classic をお使いの方は、ぜひやってみていただければなと思います。ということで、今日もありがとうございました。こんな形でね、簡単な質問でもいいので、いただければ、動画にしてお答えするようにしますので、ぜひコメントとかよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。